はいどうも、はいどうも、はい、はいどうも、楽しいご飯の時間です。今日も激しくやっております。誰の頭が吐いてるって、誰の頭、激しくやっております。半端じゃないことになりました。いやー、今日もすごい、今日もすごい。これこぼれないように気をつけないと。納豆、ツナ、大アジフライに隠れて見えない、隠れて見えない、あなたは何、どこにいるの、隠れて見えないのは何がいるの。そうです、豆腐一丁です。あだす、すごいいただきます。あ、ごめんなさい、これでいきます。今日もこれでいきます。隠れて見えない、豆腐が隠れて見えなくなっちゃいました。さあいきますよ。はい、乾杯乾杯乾杯です。マヨネーズ先生、醤油、ソース、今日は贅沢に味いっぱいでございます。アジフライだし味いっぱいでございます。これでちょっと興奮しちゃいました。トマトからいきます。うんうん、いいトマト、おいしい。あ、おいしい。ちょっと納豆ついてるけど、うん、最高、最高です。やっぱりそんなのうんね、ほんと。納豆はトロトロですよ。読み方が当たってるかどうかわからないけど、トロトロですよ。おいしい納豆、醤油いきます。豆腐に醤油かけたらね、久しぶりだな。なんか、あー、いい香りです。醤油の香り、いい香り。うん、美味しいね。いいね、いいね。あんまりキャベツ食べたくないんだよね。最後納豆と行きたいから。今あんまり行きたくないんだよね。もったいない、もったいないっていうか、バランス考えて、バランス。でも行っちゃうんだな、行っちゃうんだよな。知ってある分のキャベツ全部使いました。大体2日に1回、でっかいボウルにバーンと。って入れるわけよ。美味しいな。よく考えたら魚だけよ、これ。ツナも。おめでとう。あざす。醤油バージョンでもね、先に。
おいしい。で、このツナなんだけど、よく見ないでさ、確認しないで買ったらさ、まあミスター健康ですからね。体が勝手にそっちの方向に行くんでしょうね。ノンオイルでしたよ、ノンオイル。出してみて、うん？なんかいつもと違うなと思って缶から出してたら、見たらノンオイルでした。おいしいじゃん、おいしい、うん、素晴らしい、最高です。ノンオイルでいいんです。オイルがあってもなくてもいいんです。ここにオイルがあるからね。何？なるべく油を取らないようにとか、そういうことじゃない、ちょうどいいんだ、取ってんだから、ちゃんと取ってんですから。あー、飛んだったか。次ソースいきますよ。おいしい。ありがとうございます。オールスター大好きです。もうそろそろ終わります。家で食べる、もう全部いくか。家で食べるアジフライには、フライものにはソース使うことが多いな。正直どっちも好きなんですよ。ただあんま使う機会がね、ソースってないんですよ、僕が。そのあんまりよ、醤油と比べるとってことよ。そうするとどうしてもずっといることになるから、揚げてから1年ぐらいずっといることになるから、それじゃちょっとあまりにも良くないだろうと。うわ、いい香り、めちゃめちゃいい香り。なのでソースを使うことが多い。醤油はもう黙っててもどんどん使うからね。こうです。うわわ、ぺったんこです、ぺったんこです。醤油はほんと美味しい。うん、どうだし、どうだし、うん、醤油だから炒め物しても煮物しても豆腐にしても天才味付けたもがいにし気にしても、ああ美味しい。うん、出番多いから、ああ本当美味しい。ね、ノンオイルか関係ないんだから、こんな人かけて食べるんだから。もっと違いないですね。
節制してアジフライ煮のとこに一気にしてさ、というかもっと言えばアジフライなしでもいいんだから十分豪華なのよ。そうすればさ、キャベツと合う、キャベツと合う、そうすればもっとちゃんと痩せるのにね。分かってるんですよ、分かってる。でもさ、今日明日明後日今月来月っていうさ、それだけの話じゃないから、長い目でね見て考えて、いかんといかんことだから、今月頑張ってお切り痩せましたと言ってもね、維持継続したわけか。ああ、だからもう心が疲れちゃったらもうおしまいですから、そう取りつつね、取れてねえだろと、取れてないでしょ木島君という話なんですけれども、危ない危ない危ない、特に穴受けたことない。何でしたっけ、そうそうそう、それでバランスを取りつつさ、うん、危ない、自分で自分を喜ばして うん、うまく付き合っていかんと。自分の心とよ、あ、もちろん体もだけど、体もなんだけど、体と向き合うためには心とっちゃうんですよ。一番の敵も一番の味方も自分の心だもんね、どっちも。不思議なもんだ、いよいよいきます。まず納豆だけ、うん、やっぱ美味しいわ、やっぱこのトロット美味しいわ、うん、やっぱトロット美味しいわ。でこうやって混ぜるわけよ、納豆とキャベツと玉ねぎと、これ最高よ。夏でも冬でもね、夏なんか夏バテしてる人なんか、僕なんか夏バテなんで経験ない、夏どころか春夏秋冬もう年中バテたことないから、バテ知らずですから、
ミスター絶好調木島ですからね。あれですけど、夏ね、夏バテなんかしてる方ですよ。あ、もうこれぴったりじゃないの。ささっとね、いきますよ、ささっと。たまに梅なんか混ぜちゃったりしてもいいんじゃない。うん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 、最高。で、辛いバージョン、ラー油。卵焼きとそういうのでも最高だしね。で、こっからこれです。おはようです。おはようです。うわ、たっぷりいったね。今日たっぷりいったね。今日はたっぷりいったね。面白くてわからんか。贅沢だね。贅沢だね。明日の朝、キャベツが変だと。変なところに引っかかってました。国会議事。なんだろう、急にね、急に思い出した。続きは歌わないです。食事中になんてことだと。歌ってるだけでもダメなのに、その歌詞の内容は食事中に歌の内容かということで怒られちゃうんで。うんうん、最高。最高。うん、やっぱ ちょっとシンプルにやろう。今度っていうか、またシンプルにやろう。シンプルに、そうか、ちょっと量増やして。やっぱ美味しいもんな。人にさ、見せるような食べ物ではないよ、確かに。映えどころか苗、苗か、そうなっちゃうやん。でも味は抜群よ、本当に。
っしゃ。いや大満足。アジフライもでかかったしな。大アジフライに豆腐一丁、とろっとトマト、ツナ、キャベツ玉ねぎ。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと。